ラウル・ジュリアはアメリカ合衆国で活躍したプエルトリコ出身の俳優。1940年、サンフアンに4人兄弟の長男として生まれる。大学で歴史学を学ぶ傍ら、劇団に所属した。大学卒業後にサンフアン市内のナイトクラブで働いているところを俳優のオーソン・ビーンに見出され、1964年にニューヨークへ移り、舞台俳優としてのキャリアを始動させる。ブロードウェイやオフブロードウェイの舞台に数多く参加し、トニー賞には4回ノミネートされた。さらに、1985年公開の雲女のキッスで注目を集め、映画界でも俳優としての地位を築いていく。1986年には、雲女のキスでゴールデングローブ賞映画部門主演男優賞に、1989年にはパラドールにかかる月でゴールデングローブ賞映画部門助演男優賞にノミネートされた。1994年、胃がんと脳卒中の併発のため、ニューヨーク州マナセットで死去。54歳。劇場作品では1994年公開のストリートファイターが、テレビ映画では1995年放送の闇に抱かれてが遺作となった。没後、テレビ映画バーニングシーズンでの演技でエミー賞、ミニシリーズテレビ映画部門主演男優賞、ゴールデングローブ賞、ミニシリーズテレビ映画部門主演男優賞、全米映画俳優組合賞、ミニシリーズテレビ映画部門男優賞をそれぞれ受賞した。1965年にマグダ・バサロと結婚するが、1969年に離婚した。1976年にマレル・ポロウェイと再婚し、最後まで生涯を共にした。ありがとうございます。